元キンプリヒラの仕様らテレビ出演容認か、100万人が後押し、ブルースは手出しできず、やめ、ジャニーの壁を越えそうな勢いだ。元キングプリンスのヒラの仕様、26、片永田の7日、滝沢秀明氏の新会社、戸部に合流し、大きな話題となった。7日に神宮寺優太と共に戸部の YouTube チャンネルの動画に出演。リアルタイムの視聴者数は100万人超え。 合流と同時に解説したインスタグラムはフォロワー数が300万人をあっさり突破した。では、テレビ番組への出演はどうか。ジャニーズを辞めたやめ、ジャニーはこれまで民放番組になかなか出演できなかった。最たる例が元スマップで新しい地図の稲が日頃を、草子を、香取慎吾の3人。スマップ時代はバラエティやドラマを鮮やかに彩ったが、2017年にジャニーズを退所後、テレビ出演がなくなった。 カトリはフジテレビ系、松モ・トゥー仲の初回4月30日放送にゲスト出演し、スマップが解散してここからそれぞれの道を歩むとき、テレビのお仕事が減ってしまうかもしれないなどと当時抱いた危機感を明かした。それでも、100万人視聴の事実は、テレビ界でも衝撃を持って受け止められている。制作会社関係者は、番組に出したいと思っているテレビマンはかなりいます。100万人視聴はその後推しになる。 民放でいきなりレギュラー番組は難しいでしょうが、現役のジャニーズタレントが出演しない特番などはオファーしてもおかしくないですという。ジャニーズは19年、稲垣、草、香取の3人を出演させないよう民放各局に圧力をかけた疑いがあるとして公正取引委員会に注意された。ジャニーズ側は否定。これをきっかけに辞め、ジャニーが民放番組に出演するためのハードルが徐々に下がってきた感がある。 さは今年1月期の富士系、罠の戦争で主演。ジャニーズを対象も、初の民放連ドラ主演だった。稲垣も4月放送の富士系、人島津本の酒のつまみになる話に出演した。一方のジャニーズ事務所は、ジャニー北川前社長の性加害問題で揺れに揺れている。前室関係者は、コートリーから注意された上、性加害問題の渦中にあります。 そんな時にテレビ局に圧力をかけたなんて話があったらバッシングどころではすみませんと話す。とべに最初に声をかけるのはどこの局になるのかトースポウェブ大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。